んー、ははは。ゼロ見た後、その言葉を聞くとなぁ。結局、綺麗は、綺麗は、キリツグのことをどう思ってんだろうな。癒しのイリアじゃない。これ見てる人はわかるのかはい、どうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんで、リアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、<laughs> フェイトステイナイトアンリミテッドブレイドワークス第2話見ていこうと思います。<laughs> はい、というわけで、クラシックリアクションシリーズ、俺が見たい部門3として始めた、 フェイト UBW なんですけれども、今回も楽しんで見ていこうと思います。まあ、前回まででね、あらかたプロローグが終わりまして、まあ、今回から本格的に聖杯戦争始まっていくぞというところで、まあ、なんか綺麗な境界に行き、まあ、なんかイリアと出会い、みたいな感じの流れだと思うから、まあ、UBW ではね、どういう風に、こう、映像化されているのか、いろいろと注目していきたいですね。まだまだ分からない部分だったりとか、まだまだあやふやな部分はいっぱいあると思いますので、まあ、そこら辺の保管もしながら楽しんでいこう と思いますはい、というわけでやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さあ、開幕の時ということで。さあ、逃げるために叩き割った。 まあ、まっすぐだよね。嘘はつかない。チェーン。さあ、行きましょう。全部。おー、行きましょう。さあ、まあ、今回は平和な桜。 いいねーさあ、本格的にやっぱりでもサーバントの戦いは多いっていうのは確かにそうかもな。戦闘が多いショーな気がしなくもない。確かに。さあ、行きましょう。かっこいいな全サーバントがかっこいいショーって確かにでも、ここなのかもな 確かにそう考えたら人気が出る要素はあるな。やっぱり多分映像で見てないからだろうな。文字として噛み砕いてることが多いからだと思うわ。UBW の印象が薄いのは。さあ、行きましょう。さあ、ライダー。でででででででん。行きましょう。 うん、わからないね。成婚。あら、ほんにセイバー美人だな。はいはい。 うん、まあそういうことではなそうね大きな魔力を使って縛るって感じだもんねうんうん まあとんでもデスゲームだよなうんうんなるほど。 まあね、うん、そうそう。 うんそうね。うわあ。まあね。難しいよな、これ。さあ。 まあそうね。そうするしかないし。セイバーもこの段階だとやる気満々だもんね。おああ。白が貧弱だからか。うーん。まあかなり。 貧弱ってことだよな。素人が。うん。うーん。すごいな。人の家でお茶を入れている。まあ、そうね。 ああ、なるほど、なるほど。今危険なんだよっていうことを理解してもらう。おう。あははは。そう。すごい優秀。まあ、当然っちゃ当然。すごい格好。そうです。 ゆえつぶまあねいろいろと知りたいけど二時あはははうん。<laughs> セイバーは女の子だから戦っちゃダメだ。 ああ。うん。それは違う。ある程度、なんだっけま、ある程度叩き込まれる。ああ、そうね。 ゼロの時ね。そうか、記憶保持してんだよな、確かセイバーって。唯一。さあ、血だらけ。ペンダントをしまっておくと。なんであの、金ピカの触媒と一緒にあれが入ってたんだろうな。 さあ、割と何度を見たな、その姿。カッパを着て。うん。ああ、もうめちゃくちゃありました。あれ、でも直接なんかあったっけ綺麗と。うん。 うーん。<laughs> ゼロ見た後、その言葉を聞くとな。エセシンプルだね。エセシンプル、ぶ、鬱部。つぶ、部。憂つ。はいはい。さてー、綺麗来たなー。 エミアあーまあねいきなり巻き込まれたに近い。<laughs> まあ、いろいろと知識が足りてないわけだもんね。うん。会話されない。 うん。うん。まあそうだね。 うんただ一人もう。まあ そうだね。大抵はその聖杯を使ってなんか根源に至るのが魔術師の目的みたいな。うん。まあ一番手っ取り早いのが殺すってことだよな。うん。 だから。うん。まあ、サーヴァントを殺せればいいけど、どうなんうん。 マスターを殺せばいいっていう話だなまあ手っ取り早い方法みんな取るだろうからなねえ うんだ。だから、はぐれ同士でくっつくことができるってことだよね。うん。 まあね。そうだ、ゼロ人前だ。ただの人前です。さあ、さあ、さあ、さあマスターとして。 そうだよね。だから、スワップもできるんだよね。だから言っちゃうと。管理人だからなぁ。そうね。監督、監督者。おぉ。5度目。 そうだね、どんどん速くなってんだよね、確か。うかない。 そういう選別じゃないもんね自分が勝つしかないああまあ竜之介みたいなのはじゃなくなるとうーんそうね聖杯に興味がないからな なんかちょっと嫌な質問をするなおそこに触れたあ,あわあ、なるほど。 でもあれってでももう、規定路線じゃ規定路線だよな。セイバーがぶっ壊したからここまで広がったのどうだったっけな結局あの時生き残ったサーバントってセイバーと金ピカだけだよな。うん。綺麗だろ うん。ははははキリツグだ。そういう言い方をするのか、キリツグを。うーん、なんか。うんー。 なるほど。そういうことか。なあ,あ。でもこれ、残った的には、綺麗が獲得したでいいんだよな。どうだったっけな、ゼロも。 けどなんか、綺麗がろくでもない人間だからこそ、ああやって切り継ぐのことを一時の感傷に流されたっていうのはちょっと面白いよな。さあ、願いは叶う。このセリフよく覚えてるな。うん。なるほど、なるほど。悪がないと正義もないと。 まあ難しいな結局、綺麗は、綺麗はキリツグのことをどう思ってんだろうな。認めてたというか、同類というか、大きな存在と思ってるのは間違いないんだけど。はぁ、あ。 おー、いいね、いいね、いいね。すごいなーうん。 そうね。そこだよな。肝は。そこを止めないといけないけどもう一回起きるかもしんないからね。まあ、ろくでなし、ろくでなしの綺麗ともう本当に、まあ、若干潔癖主義の起立がぶつかった結果、こうなったっていうのもあるんだろうけど。おー。 そうか、マスターとなんか思ってなかったからかうんそうね覚悟を決めてもらいたいのにみたいなさあ もあ、<laughs> うん、ん。仮ね、あの、たぶん、ランサーとの一見だろうね。エミ、なんか、シロウのおかげで。うん。 ああ、そっちもあるわけだ。ああ。まあ、いい子だよね。 あは直球。お来た来た <laughs> 悪魔やばいやば、もう、ヘブンズフィールじゃない。癒しのエリアじゃない。ガチでやばい。まさか。 オオーケーオーケーオッケーここか、ここか、こ,ここか。いやー、なんかこう見ちゃうとゼロも見たくなるなー見返したくなるなーどうだったっけ綺麗と切り継ぐって結構なんか、私は似た者同士なはずだーみたいな感じだったよね、確か。なのに、なんか切り継ぐが突然血迷ったかなんかで、正杯ぶっ壊したから、あららあらら、みたいな感じだよね。 だから、恨んでるというよりも、なんか理解者になれるはずだったのになれなかったよね、みたいな感じだよね。さすがに原作をプレイする前だからな、僕、ゼロみたいのも。さらに昔だからね。 いいな。でもやっぱりセイバーいいな。なんかこの誠実さも好きだし、まあ、パッと見のビジュアルもすごい好きなんだよね。なんか本当に美人さんでいいよね。でもなんかリンのこの誠実さもいいよね。なんかさ、敵同士なんだからねとか言いながらさ、協力してくれたりとかさ、すごい面倒見がいい、いい子なんだよね。全体的になんかやっぱり敵以外に嫌な奴がいないんだよね。 本当にこの作品って、白のサイドにいる人って基本的にいい人ばっかりだからさ。なんかいい人のそばにはいい人が集まるみたいな感じですごい見てていいよね。さあ。さあ。うわあ、所詮、やべえ <laughs>。来るぞ来るぞ。 はい。というわけで、見終わったわけなんですけど、なるほど、なるほどという感じですね。まあ、説明フェーズですよ。まあ、本当にどのパートでもあるくらい、まあ、この説明フェーズはありますよね。あー、いや、いいね。りんと一緒にこう来て、なんか、いいな。このりんとシロの関係もいいなと思いつつ、まあ、綺麗がね、あー、えつぶとしてこう、いろいろと話しているわけですよね。あー、いいですね、いいですね、っていう感じだけど、これでもさ、わかるはははは。<laughs> これ見てる人はわかるのか アニメ初見勢、わかんなくない。あー、いや、ゼロ、ゼロの時も思ったけどさ、これ初見勢、わかんなく。 とと思ってここのの清掃のシステムをこう話したりとかかすするじゃないですかえ、結局何すんのみたいな。専門用語とか、この世界観を一気にグッて入れられてきて、頭ポカンとしないかなと思うよねあー。僕は分かってるから、やっぱり綺麗の言ってることもなんとなく分かってくるわけですよ。やっぱりこう、ゼロで何が起きたかっていうのもなんとなく分かってるわけですよね。一時の干渉で聖杯がぶっ壊されたみたいな話をしたと思うんだけど、あーなんだっけなんか切り継ぐって、なんか聖杯が汚されてるのに気づいたから、ぶっ壊 したんだよねあんりまゆがうんぬんか,アンリマユが云々かんぬんみたいな話だったと思うんだけど汚されてるのが分かったからまあぶっ壊すしかないよねっつってぶっ壊したのが綺麗でまあなんかヘブンズフィールだとそれとまたどういう風に向き合っていくのかみたいなお話でもあったわけですよねそういうのと、うん、ぶっ壊した綺麗に対し白はどういう風にこうに向,向かい合っていくのかっていうのがなんかヘブンズフィール的なものでこう描写されたのかなっていう風に思うんだけどうん。 どうなんでしょうねでもなんかやっぱり、キリツグは結構キ、なん、キリツグじゃないわ。キレイはキリツグのこと結構好きだったよね。あだからこそ、なんだっけ、自分の意に反することを、何反する行動を取ったから、怒ってるのかななんか。なんかやっぱり悔しそうな思いはあるよね。 切り継ぐ俺は、俺は、お前の理解者であり、お前は俺の理解者になり得たかもしれないみたいな感じだったのかな。あいや、ゼロもだいぶ前だから忘れちゃってるわ。どうだったっけな。結局のところ生き残ったサーバントってセイバーだっけでも、あれだよな。金ピカも生きてたよな。確か。うん。まあ、この現代に金ピカが受肉してること時点で、まあ、あれなんだろうけど、金ピカは生きてたんだろうけど、どうだったっけな。なんか、ことの顛末がね、かなり飛んでて、 僕もよくわかんないままあれだったんですよね。やっぱり、えなんか僕のフェ,イトフェイト履歴みたいなのは、やっぱり FGO から入って、で、まあ、そっからゼロ入って、で、こういろいろと見てみたいな、いろいろと見てっていうか、ゼロ入って、で、まあ、またグランドオーダーでいろいろと情報を手に入れて、で、原作やって、で、ヘブンズ・フィールなわけですよ。で、そこで今、今何、何 ubw やってるわけなんですけれども。あー、いやー、どうなんでしょうねこれは。あー、でもなんか気になるな。なんか、なんか覚えてるようで覚えてないようなことがいっぱい出てきて、すごい歯がゆいから、これから先も楽しみにしていきたいですね。あー、イリアも出てきて、さあバトっていくぞ、バトっていくぞっていう感じで、とてもとても気になるなというふうに思いますね。改めてこう見ると、やっぱりシロとこのセイバーの関係って、やっぱりここもか かなり良好な関係ですよね。なんかやっぱり個人的には、なんか、なんか、フェイト Stay n i では、シロはやっぱりセイバーにあんまり戦わせないっていうようなイメージがすごい強いんだよね。セイバールートだけだっけセイバーは女の子なんだから戦っちゃダメだみたいなこと言うのは、どうでしたっけねはい、というわけで、まあ今回、アンリミテッドブレイドワークス UBW ルートではどうなっていくのか、色々と注目していこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、フェイトステイナイトアンリミテッドブレイドワークス第2話 バイバイ。